やっとやりました、はい。おなじみですが、中身は若本でございます協力有本のこのコーナーでは有本香織さんの濃密充実強力な人脈を駆使したネットワークを駆使した情報を発信してまいりましょうということで、当番組おなじみのこの方とスカイプ中継がつながっております。元北海道議会議員のご存知、小野寺勝さんです。小野寺さん、おはようございます。あ、どうもおはようございます。本日のお話はご協力誠に頂きます。よろしくお願いします。はい、早速なんですが、小野さん、今日もちょっと北海道に関わる重要なニュースがいくつか、ご提供いただけるということで、はい、はい、じゃあテーマちょっと絞っていきましょうね。今回のテーマまずこちらです。どうぞ。はい、ん、出ますか。こちら、土地、学校、農業、中国の浸透工作の現状ということなんですが、まず有本さん、これは、はいはい、私と小野寺さんはですね、今から11年前に初めて出会いまして、その時からその、北海道における、中国系の資本が、大規模に北海道の土地、特に当時は山林でしたけど、はい、それを買収しているというようなことについて、すでに小野寺さんが調査されていたものを、私が後追いで、調査させていただ取材させていただいて、はい、報じたりとかしてきました。当時はもうですね、本当に妄想を撒き散らす人たちみたいに言われてですね、随分非難を浴びたんですけれども、いや妄想じゃないからみたいな話で、ただ当時ですね、我々のそのいろんな言ってることに対して、やっぱり危機感を本当に共有してくださったのは実は自衛隊の方々なんですね。やっぱり自衛隊の方々は当時から、これはやっぱりよろしくないということを随分おっしゃっておられました。で、そういうようなその後のね、我々言っても言ってもですね、何の対策もされず、どん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 土地が買われていくっていう悲惨な状況がある一方、実はこれ土地の買収されるだけじゃなくてですね、今学校とか農業とかいろんなところにその中国側がですね、合法的に浸透してきてるっていう実態があるんです。それを今日ちょっと伸びているという、はい、まずその地図から一枚ご覧いただきましょうか。どうぞ。その中でちょっと今日ね、その学校とか農業の話行く前にですね、小野寺さんからぜひその伊藤提督に、はい、お聞きしたいという、この土地買収の事例があります。それがこちらですね、はい、北海道の旭川市、カムイ町ですね。カムイ町ですね、はいはい、小野寺さん、これはどういう場所なんでしょうか。これはですね、旭川からだいたい車で、30分ぐらい走った郊外にあるんですけれども、はい、ここはスキー場でですね、実はここの周りの土地が、中国資本に買われているということなんですけれども、はい、なぜ今日ここで出したのかなんですが、はい、これ電波塔って書いてありますが、はい、普通のテレビ局等の電波塔ではなくてですね、自衛隊の、施設としての電波塔なんですよ。あ、そうですか。で、その施設としての電波塔に隣接する場所がですね、中国資本に買われているということで、そのエリアではちょっと問題じゃないのかということで、その物議を醸している場所ということで今日紹介させていただいたんですけれども、これは伊藤さん、これは、伊藤さんすぐ破壊工作できるということですよね。破壊工作ができる、つまりそれは中国側がということですね。この電波塔を、これこうだから、こういうのって、ありえないですよね。普通はありえないですよね。で、この電波塔っていうのは、つまりこれを破壊されたらかなりダメージやっぱ大きいですか。はい、作戦上のいろんな指揮系統は切れちゃうってことですからね。こんな無防備なことっていうのは、つまり自衛隊の中では問題にならないんですかね。なりますね。なるんですけど、結局土地の買収云々って防衛省自衛隊はこうでしょ、あ、自分たちでは、はいはい、困る困るって言うけど、直接は、誰も動いてないです、誰も動いてない、ひどい話ですね。だそもそも管理されてないんでしょ、この土地自体が。そうです、はい、そもそもです、分からないっていう状態ですか。日本政府もこう言っても、何何って言ってる、こういう話なんですよ。あれじゃないですけど、データベースされてないから。そうです、そうです、はい。で、このデータベース化っていうのも、私たちからすると今頃かいっていう話なんですよ。10年言い続けて今頃かっていう話で、やっとですもんね、うん。小野寺さん、ちなみにこの買い主というのは正体といいますか、
飼い主なんですけど、さらにですね、これ問題にしたいのは、はい、実際にこの飼い主の、まあ、最初のその登記簿の代表だったんですけれども、まあ、富良野の方でも大規模なその開発をしているものなんですが、実はこの方なんですが、北海道の華人華僑連合の元の会長でですね、この方はどういう方だったのかと調べるとですね、はい、中国の解放軍の元軍人なんですよ。これは間違いなくブログにも出ていて、まあ、その中国の方にもまあ招待されているというような軍人だったんですけれども、この方の会社がここを買ったということが大問題だというふうにさらに思うんですよね。でこの会社は前からね、小野寺さん、私たちは結構ずっと懸念してた会社ですよね、はい、例の会社ですよね、まあ、実際には札幌のど真ん中に、うん、まあ、中華街を作ろうと動いたりですね、まあ、実際には本当に怪しい動きをしているというその方がですね、まあ、代表だった会社がここの隣接地を買ったというのはですね、僕は大問題だと思いますね、うん、はあ、あの人民解放軍の元軍人ですよね、はい、そうですね、元とはいえね、でも軍人ですから、共産党ですからね、そう、これはだからこれを聞いて本当そっちありえないですよ、だから、うん、衣の下の鎧が見えすぎですよね、見えすぎ、見えすぎですよね、はあ、はあ、もうなんかため息しか出ないんですけども、いやいや、同じのこういうのを聞いても動かないでしょ、そうなんですよ、そこがこの国の恐ろしいところですよ日本の。だから10年前だってこれに近い事例はあるんですけれども、はいはい、それ言っても、うん、いや朝大変だって言うんですけれども、全然何の対策もされないんです。汚れだと思ってるから、汚れだと思ってるから、ひどい、みんなこうするんですよ、みんなに聞かざるでしょ。で政治家もね、まあ、関心を示す人はいるんですけど、だからといって対策に動かないんですよね。そう、だから安全保障は表にならないと思ってるからね、なるほど、ひどいですよ。いや、もちろん今日はここまででも、ね、収まらないんですよ。続いてのテーマも参りましょうか、はい、続いてはこちらです、どうぞ。はい、なんと保育園で中国語教育、うん、これはそうなんですよ。まずちょっとね、1枚画像を出していただきたいんですけど、はい、ご覧ください、どうぞ、はい、これちょっと私今年夏ね、あの現地取材をさせていただく予定だったんですが、あのコロナで、はいはい、叶わなかったんですね、でこれはですね、ある町の、はい、まあ、北海道の人口が約8000人弱の非常に静かな小さな町、まあ、ここの町自体は私も行ったことあります。白糠というところなんですね、うん、この白糠の町の、まあ、広報誌的なものなんですよ、そこにね、この一、まあ、人中国人の女性が大きく取り扱われていましてですね、この人がその保育園で、まあ、中国語を教えてると。はあ、つまり町の施設ですよね。小野寺さん、この人はだからその、まあ、この個人がどうこうってわけじゃないですけど、この町は随分その小学校からもなんか中国語を教えていると。はい、まあ、以前のこの虎ノ門ニュースでも紹介させてもらったんですけれども、はい、実際には小学校からですね、はい、まあ、その町で特別なカリキュラムを作って、はい、中国語を教えると。だから小学校、中学校、高校とずっとですね、中国語を教えるというカリキュラムなんですけれども、ここに来てですね、その町の保育所です、保育園でもですね、教え始めたというですね、情報が入ってきてびっくりしてですね、調べてみると、やはりこういう広報誌があって、本当にその園児たちにですね、こういうものを教え消えているというのが分かって、ちょっと愕然としたという事例ですね。はあ、幼稚園からね。だからね、まず日本語教育せんっていうか、最初に10年しなきゃいけないの日本語でしょ。だからなんでこのね、でしかも子供たち今まだ本当に日本語を覚えなきゃいけない時なのに、なんで2カ国語でしかも中国語なんですかね。わざわざね。いやー、もうびっくりしました。しかもここ結構その、あの人口8000人弱で、あの小野寺さん、私もあのご一緒にお邪魔した時もすごい静かなところですけど、中国人の働き手も結構来てますよね。そうですね、ここにこれからですね、うん、中国人をたくさん呼ぼうというようなその動きがあってですね、実際にはその白糠の近くに、まあ、釧路に港があってですね、ここは、はい、まあ、習近平国家主席が一帯一路構想の拠点となるというような場所のすぐ近くにあるので、うん、まあ、町としてはですね、ここに中国人をいっぱい呼ぼうとしてるんだろうと。だから、まあ、園児にもですね、中国語を教えてウェルカムという地域を作りたいというふうに私は思ってますね。うーん、いやもうとにかくこのもう、すごいでしょ、さすがの伊藤さんも、いやーありえないですよこれ、最初はですね、この地元の方々も相当こうあれを声を上げておられて、で我々にまああの
こう情報くださって小野寺さん通じてですけど、で小学校からって言って驚いてて、でそれをちょっとだから取材行こうかって言ってたら、なんと保育園からっていう、日本語教育する前に中国語を覚えるってことでしょ。まあそういうことですね。だからウクライナですよ、ウクライナの、いや本当ですよね、あの、クリミア半島ですよ、あのような仕上げになりますよ、そう、はい、もう完全にそのままですよ、これ。それを日中友好という、まあ、形でやってるわけですよ。北海道取りに来たってことですか。そうです、はい、沖縄だけじゃなくて、南から今度は北からですか。だから武力をちらつかせない形で合法的に浸透してきてるんですよ。超限戦ですよ、本当ですよね、そうとしか思えないんですけどね。いやそうです。そうですよ。そうですよね。間違いなくそうですよね。参戦ですからこれ。でしかもこのね、中国語指導助手のこの女性の方のコメントというのもね、注目なんですけど、はい、どんなことをおっしゃってるかというとこんな感じです。はい。出ますか？はい。子どもたちが中国語をしっかり話せることにびっくりしました。学習の意欲も高い。さらにこんなことをおっしゃってますよ、はい、続いてどうぞ。町の子供から大人まで全員と友達になりたい、私なりの日中交流ができれば。ほう、まだ続きます、はい、世界の文化を知り異文化と触れ合うことは自分が豊かになるということを子供たちに知らせたい。いやそれ中国国内でやってほしいわ、いうね、ね、ウイグル人の文化弾圧したりとかしないでほしい。ちなみにあのこれも気になるんですけどね、記事によりますと中国天津市のご出身らしいんですね、この女性の方ね、で、取材者の人が甘栗、天津と聞くとね、甘栗とこう反射的に我々どうしても連想しますけど、私が甘栗と口にする前にこの女性の方が、中国では栗ではなく毛沢東が好んだという肉まんで有名なのがあくまで天津だと、天津ですとおっしゃってるそうです。なるほど、まあ、この時期改めました。その罪はないんでしょうけれども、まあ、はっきり申し上げてもうこれ全体工作ですからね。いやすごい完全な工作ですね、ソフト戦略ですね、はいはい、さらにですね、この教育現場への中国の浸透はこれにとどまらないということでね、はい、もう一ついきましょう。それがこちらです。なんとマー君といえばね、ヤンキースの田中将大選手ですよね、はいすはい、あのマー君の母校が中国かと、あくまでクエスチョンマーク付きではありますが、こちらの記事を先に読ませていただきましょう。このニュースに関連する話題としてね、産経新聞の記事の概要です。外国資本による安全保障上重要な土地買収などをめぐり、自民党の、こちらじゃないんじゃないですか、この記事でしょ、この記事ですね、失礼しました、大変失礼しました。2017年6月の産経ニュースの記事の概要です。田中将大投手や橋本聖子参議院議員らを輩出した名門、駒大附属苫小牧高校を擁する学校法人駒沢大学が2017年1月傘下の苫小牧駒沢大学を中国と関係が深い学校法人京都育英館に無償で移管譲渡することを決めました。民間調査機関によりますと、京都育英館を設立した学校法人育英館には中国人2人が理事に名前を連ねていて、この理事について駒大関係者は、調査した結果1人は中国共産党員だった、東北育才外国語学校の終身交換で顧問の人物であり、過去に全国模範労働者として表彰されるなど有力な人物だと分かったとしています。また苫小牧駒沢大学関係者は、教職員や語学留学生を含め中国人がどっと入ってきて大規模な中国人大学になる可能性があると指摘。苫小牧市の岩倉博文市長は、少子化の中廃校を避けたいという思いが強く、やむを得ない選択だったと語ったということです。やむを得なくないよね。苫小牧駒沢大学は2021年4月に名称を北洋大学に変更し、教育内容も語学を柱に教養と実学で構成するカリキュラムに見直しを図るとしていますと、参考記事にはこうなっているんですけれども、あの2021年4月ってことは来年の4月に、ね、あの開校するということなんですよね、はいはい、この件に関して小野寺さんお伺いしてよろしいですか。これあの、まあ、これで、はい、どうぞすいません、はい、あ、いいえ、いいですよ、いやいや、どうぞどうぞ、はい、あ、あのこれですね、ここのボタンのことを、まあ、はい、
京都育英館というところが、まあ、買収したということで、実は京都育英館はですね、この駒大苫小牧だけではなくてですね、実際にはその隣の白老のですね、その栄高校という高校も買収して、さらにその白老にあるですね、航空専門学校というところも買収して、さらに稚内にあるですね、北星大学というところも買収しているということで、まあ、その大学を買収しまくっているんですけれども、うん、今回のその、まあ、産経の前回その出した記事にはですね、書いていない、実は大変なですね、まあ、理事の方が、その京都育英館の理事になっているというのは分かっているんですよね。野寺さん、今のおっしゃった中で、この、白老の高校とそれから航空専門学校、はい、白老といえばあのウポポイを作ったところですよね、はい、で、まあ、実際にですね、ウポポイというところには、うん、その開園する前にですね、中国の要人が必ずそこに視察に入っているという不思議な場所だったんですけれども、うん、実はその京都育英館が買った境高校というのは、ちょうどですね、ウポポイに隣接する場所に土地を持っているという高校ですね。あ、そうなんですか、うん、さらにその航空専門学校もウポポイの周りにですね、うん、庁舎だとかいろいろな寮を持っているということで、うん、ウポポイをぐるっと囲む形でですね、うん、その土地を買ってしまったというのが京都育英館です。へー、つまり学校を買うことによってその場所を抑えちゃったってことですよね。そうですね。はあ、で、確かにウポポイはもうその開業前から中国の関係者あそこを結構訪れてたっていうのはこれは事実ですもんね。はい、間違いないです、うん、で、その、まあ、この育英館の今記事 の3年前の記事の中でね、ぼやっと書かれてるんですけれども、まあ、理事の方がその中国共産党員であると、はい、まあ、共産党員そのものっていうのはそんなに珍しくはないんですけれども、まあ、この理事の一人というのがまあ、関係している、まあ、機関というのがありまして、ちょっと今、モニターに出していただけますでしょうかね。それがこちらですか、はい、国家留学基金という、うん、小野寺さん、この要するに理事の中、中国人の理事の中の一人が、まあ、ここに関わっている人ということなんですね、うん、はい、そうですね、中国国家留学基金委員会ということで、まあ、その政府のですね、教育部に直轄したその委員会に所属している、しかもこの方ですね、肩書きを見ると日本部主任となっているので、日本担当の方がですね、ここの学校の理事になっているということです。はあ、だからその、まあ、マー君の母校を含めてですね、いくつか その北海道の学校を次々と買収しているこの京都育英館という、まあ、本部は京都にあって、一応その理事長は日本人なんですけれども、そこの学校法人の理事になっている人が中国 の その国家留学基金の日本部の、まあ、責任者と、こういうことですね。はい、そうです、はいはい、まあね、本当にこれもどうですか、伊藤さんを伺って、まあ、だから要するに工作ですからね、これ、はい、だから個人個人にあればいい人も、うん、いい人いっぱいいますよ、中国人は、うん、だからその話と、うん、国家が仕掛けてきてる話とかが、うん、こうついつい見えないじゃないですか、うん、でこれがごちゃごちゃになると、うん、例えばこんな話をするとそうじゃないと思ってる人からすると、うん、お前ら単なる右翼だなとかって思うかもしれないけど、うん、これ本事実ですから、うん、そのあたりをもっと冷静にこう議論したいですよね。そう思いますよね、はい、だから多分日本 の公安とか全部調べてると思いますけどね、うん、でも調べてても何もどうにもできないっていうのは、だ調べてるだけだから、調べてるだけ、はい、だから本来そこと直結してここは危ないとかね、そういうことで役所をまたぐわけです、また、だからここは多分ね、情報がこうなってないんですよ。でこっちはこっち調べてるところを隠すでしょ、本来文科省にここダメだよとか言わないといけないけど、やんないわけですよ。防衛省とね、文科省とね、そうそうそう、やんないんですよ。やりませんか、それ、はい、そうなんですよ。それでね、この、まあ、小野寺さん、この、まあ、国家留学基金と、まあ、つながっている理事の方で、さらにこの、まあ、京都育英館に関してはちょっと別の要素もありますね。実はですね、この京都育英館についてはいろんなメディアが、はい、取り扱ってるんですけれども、はい、それどういう形で報じてるかというと、うん、ここは他にも学校を持ってるんですよ、それで一つはその京都にですね、まあ、本部である京都に日本語学校を持ってるんです、はい、この日本語学校というのがどういうところかというと、実は英才教育のための学校でして、中国に、まあ、高校があるんですよね、はい、この高校でその日本への留学を目指す、つまり
昔は留学生っていうのは中国で例えば大学を卒業したぐらいの、例えば関根さんなんかもそうですけども、そういう人たちが、まあ、もう大人の意思として日本に来るっていうね、世界ですよ。ところがそうじゃなくって、もう高校生のうちから日本の大学に進学するために勉強してて、そしてさらに日本に来てから日本語学校にそこでまた入れて、で日本の名門大学、例えば東大京大クラス、ここにその日本語学校からもう年間例えば10人とか入ってしまうという、そういうこともやってるわけですね、小野寺さん。はい、そうですね。でこう実際にですね、まあ、その関西語源学院というところなんですけれども、毎年毎年この学校はすごいと、その東大に何十人入った、京大に何十人入ったということで、私立の名門学校からも、まあ、教授がぜひ我が校にその受験をさせてくれというようなお願いも多々来るような学園なんですけれども、実はここのですね、関西言語学院というのはですね、語源学院ね、語源学院というのはですね、中国の方にも、まあ、その提携校を持っていて、その中国の提携校はその東北育才学校という学校があって、そこと連携をして東北育才外国語学校というのを作ってるんですけれども、このですね、東北育才学校という学校のですね、設立の経緯なんですけれども、これは1949年に毛沢東の死の徐徳立が自ら自分が選ぶ優秀な教師を選んで学校を作ったと。でこのですね、育才学校の第一期の生徒は主に中国共産党中央委員会の東北局ですとか、そこでその、まあ、お亡くなりになったその烈士ですとか、東北軍部の指導幹部の子女等々を集めて、実際には革命精神、高い教育レベル、健康的な心を備えた国家に支える人材の育成というのを目的としているという学校で、間違いなくですね、中国共産党の意のままに動く、そういう学校と連携をして外国語学校というのを作って、そこからその共産党員のですね、素晴らしい市場を日本に送ってきていると。それがその 東大だとか京大だとかいうところにですね、何十人単位で入っているというのが、まあ、現実だということです。うん、そうなんですよ。でね、その、まあ、今小野寺さんのお話の中にもあったように、日本の名門私立大学、さすがにね、東大とか京大がここに頭下げに行ってるっていう話じゃないでしょうけれども、日本の名門私立大学からはぜひそちらから学生を こっちにくだ、新入生くださいっていう動きを、ビジネスですね。いや、だからもうびっくりしますでしょ。だから私ね、そのビジネスって私もまあ別に商売もやってるけれども、いや、いくらなんだから、その純粋な革命精神の伝統に基づいた学校からここがゲートウェイになって日本の大学に送り込んでるってことですよね、小野寺さん。で実際にですね、その日本ではその千人計画というのが問題になりましたよね。で千人計画っていうのは、まあ、外国人の優秀な、まあ、理工学系の教授を引き抜こうというような話だけではなくてですね、国外にいる中国人で優秀な学生ですとか、まあ、その実際には研究者というものも破格の待遇で中国に情報を持ってこさせたり、中国に呼ぼうという計画なので、そう考えるとここのですね、優秀な学生も、まあ、日本のその最高峰の研究をしているんだとしたら、その千人計画のですね、一員になりかねないということも、まあ、危惧しなければならない問題だと思いますね。考えて自然じゃないで、自然ですよね。アメリカのハーバードと一緒ですよね。そうですね。トランプが全部止めさせてるじゃないですか。同じことになる。同じことですよね。ゆくゆくは未来の党中央っていうね、中央人材に、ね、だから2049年なんですよ。2049年に100年の夢を叶えるでしょ、あと30年ですよ。だから要するにこの子たちがだからちょうど活躍する頃に、全部だから、全部終了してる、そのために動くってことですよ。こんなメールも頂戴してます。小野寺さん、参考までに読ませていただきますね。はい。60代女性の視聴者の方ですが、私は保育士です。公立の保育園での中国語に衝撃を受けました。先ほどの映像ですね、はい。東京でも中国と英語のネイティブスピーカーのいる私立の保育園があります。テレビでも紹介されているようです。中国語の先生は毎日シャワーのように中国語を聞かせているということでした。就職先紹介で知りましたという、こういった情報提供もいただいています。
これはね、でも知らぬかの場合は町がもう推奨してますもんね。いやそうですね、まあ、町がやってるというのは、まあ、相当私にも衝撃だったので、まあ、私立でやってるのも驚きですけれども、まあ、公立の施設でやってるというのがですね、まあ、さらにこの問題が大きいのかなとは思いますけどね。そういうことですね。さっきのですね、まあ、マー君の学校ですけれども、はい、これ苫小牧じゃないですか。苫小牧は、まあ、ちょっとこれ企業名出しますけどね、王子製紙の企業城下町みたいなところなんですよ。で、ね、小野寺さん前ここも確かご一緒したと思うんですけれども、はい、で苫小牧の、まあ、人たちにいろいろ話を聞くとですね、まあ、かつてはその、まあ、王子製紙があって結構町は豊かだったんですよ。で駒台苫小牧も、まあ、マー君は出るわね、ブラスバンドはなんか優秀だわっていうので、ね、橋本聖子さんもそうだけど、そういう学校だったんですけど、今やっぱりその少子高齢化でどんどん人口が減ってるってことなんですかね。これですね、実は多くの自治体で、まあ、白糠もそうですけれども、はいはい、中国人を呼ぼうとしているのはですね、うん、実はまあここ、まあ、7、8年前まではですね、まあ、右肩下がりにですね、人口はどの自治体も下がっていたんですけれども、はい、ここに来てですね、急に人口が増加に転じたですね、自治体が北海道の中に現れ始めました、はい、それはですね、実際には中国人を誘致したりですね、中国人観光客を呼ぶということで、中国人のその住居者が必要になった場所なんですけれども、そういう場所を見てるとですね、地方交付税は多く入ってくるわ、実際にはその住民も増えるわということで、その自治体が潤うというような、まあ、側面もあるので、うん、中国人をどんどん呼ぼうという動きがですね、まあ、加速度的に進んでるということなんですよね。もうなんか情けでしかもね、ちょっとまあこれ勘繰りかもしれませんけど、苫小牧はその王子製紙というのはですね、中国進出でも大変な目に遭ってる会社なんですよ。2000年代の初めに王子製紙は2000億円以上を投じて、確かですね、江蘇省の、はい、工業団地地域だと思いますけれども、南通っていう場所だったかな、あの南の通ずると書く町だったと思います。そこに、まあ、中国側にも3個の例で迎え入れられて、大工場を作るわけですよ、うん、でその当時その、まあ、中国の紙の市場はすごいと、はい、もうこの大市場をその、まあ、一手に引き受けに行くんだぐらいの勢いで2000億円を投じて工場を作るんですけれども、さあいよいよ創業するかって時に、北京政府から待ったがかかるんです。ここから中国の典型的な嫌がらせが始まるんですよ。それでずっと開業できないまま、10年近く過ぎるんですね。10年、で2013年ぐらいでしたかね、私向こう取材しましたけれども、その時も結局開業させられないまま、ところがね、もう引くに引けなくなってたんですよ、その王子製紙自体がね、まあ、これ結構日本のメディアも一部ちょっと報道したと思いますね。で実際苫小牧に確かね、7、8年前私行った時も、まあ、王子製紙側の関係者にもこのこと聞きましたけど、なかなかちょっと口は重いんですが、嫌がらせを受けて、その元々、まあ、紙を作ると汚れた排水が出す場所が必要じゃないですか。でパイプラインみたいなもので海に投棄すると、ところが、まあ、ある程度その処理をしてるから、まあ、そんな環境上問題ないって話だったんですけど、突如として環境なんかそこで、中国の地元から漁民から反対運動が起きるんですよ。あの国そんなね、民主的な反対運動なんか起きるわけないのにやらせてるんですよ。で今度はじゃあその目の前にある揚子港にまあ水を出すということになると、いや川が汚れるからと、でそこで何が狙いかというとですね、同じように中国に進出していた日本のまあケミカル繊維メーカー、ここが持っている排水技術が欲しかったんです。だから王子製紙を通じて、その日本が中国に出してこない特殊技術ですね、これを要するにせしめようとしたんですね。まあ、そういうようないきさつがずっとあって、実はその苫小牧と中国っていうのは非常に関係が深いんですよね。でね、ちょっとまあこれもね、そのちょっと不思議な因縁なんですけど、さっきのそのね、この大学が北洋大学という名前に生まれ変わると、はい、でこれはですね、中国の重点大学で天津大学という大学があるんですね、この天津大学というのはもともと1895年に中国初めての近代的な大学として創立された北洋大学堂から多分名前を取ってるんじゃないかと私は想像する。それでこの白糠とかに来てるのも天津系の人が多いですよ、中国人。はいはいはい、うん、
で中国はね意外にそういうところをちゃんとこうもう戦略的に攻めてきていて、例えば名古屋とかあの周辺にいるのは大体上海とか南京とかあの辺の関係の人が多いです、で北海道は割合にそういう北から来てる人が多いんですね、でそういう北の、まあ、罰の人って言っていいんでしょうね、そういう人たちが来て、あの自分たちのそういうゆかりの名前をこうつけていったりとかね、いうところにやっぱりもうはっきり見えますよ、糸が透けて。その北洋ですか、でも小野寺さん、このね要するにこういう状況っていうのを地元のメディアは報じてるんですか、北海道新聞。まあ、ほとんど報じませんまあ問題がないというふうに考えているのか知らないんですけれども、実際にはこれだけ土地が買われたですとか、農地が買われた、資源が買われたというのは事実なんですけれども、ほとんど報道しませんね。なんでなんでしょうね、10年前からそうですもんね。これは危機感がないのかもしれませんし、もしかすると中国の顔色を伺っているのかもしれませんけれども、まあ、ほとんどないというのは事実ですね。実際にその有本さんと取材をした時にも、まあ、元の夕張市長、はいはい、今の北海道知事も夕張市長の時に、まあ、その市 の, その、まあ、土地だとか建物を売ったというあの大問題に関してもですね、マスコミは一切報道しないということは、そういう報道姿勢なんだろうなというふうに思いますけどね。本当なんですよ、あの夕張市の貴重な、ねまあ、資産が、3億円弱で叩き売られてたんですよね。そうですね、それが15億円で転売されたんですからね、中国人によって。それ前ここで、ね、ご紹介しましたけど、それとあれなんですよ、今日ちょっとね、映像とかあのお見せできないんですけれどもね、伊藤邸とか小樽の港を一望できるところもね、小野寺さん、あそこも中国人に買われたんですね。そうですね、これ実際にこの近くにですね、別のその、まあ、その旅館があってですね、そこはもうその岬の、まあ、もう先端のようなところで、そこにですね、アメリカのその船、アメリカの海軍の船だとか、あと自衛隊の艦艇が入るような港があるんですけど、そこが一望できる場所でですね、その隣の場所を実は買われたということで、実際にですね、まあそのまあ、大変な騒ぎになったんですけれども、さらにその反対側のですね、山の方にもですね、実は天皇陛下がお泊まりになったというですね、まあ、歴史的な建物があるんですけれども、そういうところが根こそぎですね、中国資本に買われていると。それは全部港が見える場所なんだということでですね、これを考えると、なんでこんなこと買ったのかなというふうに最初調べると、点と点が線となって結ばれてですね、あ、ここ全部見えるだろうというような場所を次々買われているというのが実態ですね。うん、私たちも行ってみてびっくりしましたもんね。あ、もうこれ全部中国の土地なんだ。だからこの港を目視できる一番いいところ買われるってどうなんですか、これ。あそこアメリカの空母も入りますからね。はい。このそのためですよ。目視できるってすごいまずいことですよね。うん、そうです。だからもう全部データ取ってるんですよ。そこにいて、こうやって。なんか。アメリカでもありましたもん、やっぱ米軍基地のところにドーンと立ってて、はい、そこからこう見てるって言って、アメリカを撤去させましたよ、これ。撤去させた、はい。でも昔ある政治家、まあ、この人は別に防衛関係にそう明るい人じゃないですけど、聞いたら、いや別に見えるぐらいどうってことないんじゃないって言って、いやいや、ずっと定点観測しておくと、はい、行動が分かるわけですよ。そりゃそうですよね、どういう時に出入りするかとか、で何番の船がどういうふうに動いてっていうのが全部データ取れるから、データベースになっちゃうんですよ。ひどい話ですね、はい、なんか泣いてるんですけど。いやいや、泣きはしませんけど、あまりのひどいことに、全平和しかない。もうお二人がなんか、小野寺さん、お二人がもうちょっとこんな風な状況っていうのは、私もちょっと間にいて辛いんですけどっていう感じなんですが、毎回僕が出たらこういう雰囲気になったら申し訳ないんですけど、小野寺さんの責任ではございませんので、実際ですね、どんな止まっちりでね、今回その土地の所有に関して安全保障に関わる部分はデータベース化するというような話になっておりますけれども、先ほど言ったようにですね、じゃあ旭川の電波塔という周りはですね、安全保障上を危険な場所に該当するのかって、多分ですね、該当しないような気がするんですよね。そうですね、どこが安全保障
保障上重要なのかというところですね、もっとしっかりと議論しないと本当に情報が分断されてしまって侵略されたときには大変になるというようなですね、いろいろな問題が起きかねないのでですね、今回のデータベース化のこのニュースもですね、もっとしっかりと、まあ、自衛隊関係者の方たちも呼んでですね、しっかりと議論しなければならないのにですね、なぜか上辺だけの議論をしているのではないかなというような気がして私にはならないんですよね。いや、おっしゃる通りです。ね、小野寺さん10年前にね、小野寺さんが道議会議員だった時に北海道庁に調査をさせたじゃないですか。はい、そうですね。あの時点で確か北海道の中だけでその自衛隊と警察の拠点の周辺と絞っただけで確か50数箇所がもう所有者がわからない土地があるっていう結果でしたよね。はい、間違いなくそうですね。そうですよね。だからその所有者わかんないところが全部中国系に買われてるかどうかは分かりませんけれども、ついこの間日本政府がですね、全国で約80箇所その安全保障上、まあ重要だと思われるところがどうも中国系の、関係した買収案件になってるっていう調査結果出たんですけど、80箇所どころじゃないですよね、おそらく。全然足りません。というのはですね、例えば太陽光発電所一つ取ってもですね、あれはかなりの割合で中国庁がなぜかですね所有しているというのが分かるんですけれども、この太陽光発電所と自衛隊の基地ですとか駐屯地ですとか演習場というものを調べるとですね、それだけでもう北海道で何十箇所何百箇所あるか分かんないという状況になっているので、だから全国でそれだけの数というのは絶対ありえない数です。だからその確かに自衛隊の、ね、まあ、拠点、警察の拠点というのはすごい直接的なところなんですけれども、それ以外にさっきの電波塔とか、あともう一つ昔小野寺さんから教えていただいて見に行った泊原発がまともに見える場所とか、そういうのも伊藤さん普通に考えたら安全保障上重要な場所ですよね。あとそのさっき申し上げた小樽の港が一望できるとか、だからそういうのって自衛隊に聞いてもらえば分かるね。要するにそうですよね。多分防衛省に行っても役人の人たち分からんへんですよ。だからその自衛官たちに聞かないと分からないんですね、それぞれの部隊にいる、でもそんなの絶対調査しないですもん。ですよね、だからその一体何が安全保障上重要な場所かっていうことのそもそもくくりも全然ずれてる可能性がありますよね。ありますあります。ひどい話、喉元に早口っていうレベルですよね。力ない笑いしかないんですけども、本当に、はい、なんか上辺なんですよ本当、上辺ですよね、はい、まあね、イージス・アショアもそうだったんですけど、あれも要するにその置くとこないとか言うでしょ、何を持って本当に調べたのかって言いたいですよね。本当ですよね。あれそうだ、前回ねお越しいただいた時、イージス・アショアの件デタラメの結論になろうとしてるじゃないですか。そう、また今もなんかわけわかんない話になってますけど ね、うん、改めて小野寺さん、今回も大変貴重な情報提供を。それともう一つ、その小野寺さん、はい、最後 の、 その農業というやつですね、はいはい、これもまあいろんな事例があるんですけど、今回の関連で言うとその同じ京都育英館が、まあ、農業も乗り出してるんですよね。そうですね、実際にですね、その安全保障を考えたときには食料安保ということで、その農地というものが、まあ、中国資本に買われたらですね大変になるというのは皆さん重々分かっているんですけれども、それでもなぜかですね農地法も改正されてですね、その農業生産法人が農地を所有できると、今までは半分以上の株主が日本人だとか日本の企業じゃなかったらいけなかったのに、もうどこの企業が株主であってもいいというような状況になったので、中国資本はどん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 農地を変えるようになったんですけれども、その中でですねこの京都育英館はなぜか不思議にですね農業者を募集していて、これから我々は学校とは別に農業事業をやっていくんだということで、まあ、その本州の方にもですね広大な水田を買ったりしてですね農業生産を始めましたので、今北海道でこの京都育英館がいろいろな学校を買っているんだとしたら、北海道でもまた新たにですね農業の生産事業を始めるという可能性があってですね、私たちはずっと有本さんとも、まあ、情報発信をして寄付をしていたですね食料を抑えられてしまうかもしれないという動きにもですねつながるかもしれないと思ってですね、これも非常に危惧しています。そうなんですよ、だからこの食料を抑えられたらどうするのっていうのを10年前から言ってた時に、はい、何バカなこと言ってんのって言われてたんですけれども、うん、もうなんか本当に虚しい、ね、でこのねだからまあ中国資本が、例えばその農業法人なりを作る、あるいはその、まあ、100% 資本がですね、まあ中国、要するに
例えば中国資本ってじゃ何をどう定義するかって話もあってですね、まあ、裏に中国の中国チャイナマネーがあるというようなことだって十分できるわけですよ。でその形で農業法人作って例えばその農場を抑えます。でそこで働き手募集なんて言ってね、日本人がそこに働き手として行くって言ったらもう現代のなんか中国系地主の下で働く小作人が日本人みたいな世界ですよ、本当に。でね、ちなみにね、さっきのそのまあ名門の日本語学校がですね、名門大学に続々と進学させるまあ日本語学校があって、でそこがそのどのぐらいの割合でですね、まあ、あの十数人とかまあ東大に行ったりしてるんですけど、今ですね、ちなみに東京大学がですね、ちょっと今出てますけども、はい、学部生の割合が中国人学生が 1.05% ですか、はい、これが大学院生になるとぐっと跳ね上がって 16.22%、はい、総数としては 8.75%、はい、そうです。もう東大はですから、まあ、大学院は 16% の人が中国人なんですね。より専門的な教育は大学院ですよね、うん、 はい、ですからまあエリートをですね、まあ、中国人で抑える。そしてしかもその中国国内というのはかなり、まあ受験戦争激しいんでね、中国で重点大学に行くよりは、もうさっきの言ったゲートウェイになってる高校に行って、高校の時からちょっと日本語やりつつ、そして日本のその、まあ日本語学校兼予備校ですね、そこに行って東大に行くっていうケース、はい、学部から行くっていうケースも今後増えてくる。まあそんな状況なんですよね、まあ、そうそう、だこういうものが問題にならないでしょ。全然問題ない、だ問題にならないこと自体が工作ってことですよ。そうですよね、あむしろね、そうか、だから普通これみんなえってこうなるじゃないですか、でも全くその肝心のその県知事だ市長さんたちは言わないでしょ。言わない、逆にいやありがたいことだってなっちゃってる。そうなんです、もうそれ自体が工作ですよ。だもうみんなもうこれが問題にならないこと自体がもう工作成功ということですよね。学術会議のあの大作業本当に何なんですかね。脱力するんですけど、でもまあ小野寺さん、今私たちこのやってきたことはなんか伊藤提督に正しく評価された時点でちょっと少し安心しましたっていうか救われました、ね、いやそうですよ、今までずっと嘘つき呼ばわりされてですね、そうですよ、みんなからなんだお前らみたいな話か、なんでお前やっとこれで理解してくれる人がいるっていうのはですね、ちょっとやってきてよかったですね。そうです、はい、しかも冤罪が晴らせましたね。そうです、しかも伊藤提督に評価されたってことでなんか急にあの意を強くしましたね。はい、我々はやっぱりロシアの戦争を見てますから、うん、あのクリミア半島になってますね。そうなんですよ、そうですよね、これだから20年後30年後には間違いなく中国人がいっぱい日本にもいることになって、はい、ここからの声がかかりますよ。だから彼らに呼ばれたから我々は行ったって話で、今の戦争って要するに宣戦布告はないんですよ、うん、だからそのロシア人に呼ばれたから僕らは行ったんだっていう理屈でしょ、あれ、ロシアも長編戦争、だからそうなんですよ、だからそれを見てすごく学んでますから、同じことが30年後起きるってことですよ。これ提督いいですか。これですね、実はあの自衛隊の幹部の方に呼ばれてですね、私ちょっといろいろ話をしたことがあったんですけれども、はい、ちょうど今提督が言われたようにですね、そのクリミア半島のことを言われたんです。それは、はい、なんでクリミア半島のことを言われたのかというと、実はウポポイのことでして、ウポポイの、まあ、アイヌの方たちは先住民族だと、先住民族だということで国連で認定をされたらですね、そのエリアは軍隊を置けないと、ただ先住民族の方たちが置きたい軍隊を置けるという定義になっているので、そうすると中国 その軍を置けるというように国連から言われたら、まさにクリミア半島のような状態になってしまうということでですね、相当その自衛隊の方たちが心配しているので、まさにですね、今伊藤提督が言われたような心配を自衛隊の幹部がしています、はい、自衛隊はあの本当にクリミア戦争勉強してるんですよ。あ、そうなんですね。だからもう今の話聞いたら、ほとんどの自衛官の、特に幹部自衛官はもう、あ、これクリミアだと思うんですよ、はい、この話が政治家だとか外務省とか職員とかには、ね、局長たちには全然響かないんですよ。なんでなんでしょうか。あの内部部局も響かないですよ防衛省の。あ、そう、はい、だからね、やっぱりその、はい、まあ、今の大統領選挙も、アメリカの大統領選挙も、まあ、まだ最終結果が出ていないという状況でね、まあ、いろいろもう本当に虚実の情報がバーッと飛び交ってますけれどもね、あの
まあ、結局ねそのトランプ政権のやったことっていうのは、まあ、ある意味すごくて、あの今年も、ヒューストンの領事館を閉めましたよね、はい、中国総領事館閉めましたよね、スパイの巣窟と、はい、それでテキサスのやっぱり大学からもう中国人の留学生を一掃すると、これはなぜかというとそこがやっぱり産業スパイの拠点になってるからだというふうに認定して、でこれはもうかなりその時間をかけて調査してきた結果なんですよね、ファクトですからね。そういうことは日本はできないんでしょうかね。だから本当さっき言ったようにおそらく外事、警察の外事側だとか、あるんですよ。だからそこが政府としてこう一つに統一されてないというかね、本来これで関係の役所とかやらないかんじゃないですか、できてないんですよ。でこれって秘密だからお互いこうやってるから、はい、本来はだから官邸が指揮所になって全部吸い上げてドーンとやらないかんと、だからそれこそ国家安全保障局のだけではなくて本当もっと大きな組織作らなきゃダメぐらいなんですよ。でしょうね、この全身の閣下総要官といいますか、そうですね、でそのドンってやる、まあ、最後の政治的なドンってやるのもあれなんですけど、そういうそのアメリカみたいにもう調査をしてこれはもうスパイ機関だということの調査まではできる感じなんですかね。ですね、本来スパイ防止法がないとできないんですよ。ですよね、法律的にもちょっと足らないわけですよね。そこでそのキーワードが出てくるわけですね、はい、もうどうしましょう小野寺さん。いやこれですね、今その有本さんも言ったように、その中国の教育部の直轄の国家その留学基金の生徒をですね、はい、特に危険だということでアメリカはその阻止をしてですね、そうですよね、まあ、その留学の試験、その資格を取ったということを考えると、はい、今言ったですね組織の中にはその日本部の主任がいてですね、その方がうごめいていて東大だとか京大だとかにどん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 生徒を送っているというその危険性をですね、はい、もっと十分に感じてほしいというふうに思っていますね、はい、僕はね、つきますね、ありがとうございました、はい、貴重な情報提供本当に恐れ入ります、またのご登場お待ち申し上げております、はい、ここですいません、残念ながらエンディングの時間を迎えてしまいました。改めまして木曜日の真相深入り虎ノ門ニュースレギュラーコメンテーターをお願い申し上げましたのは、ジャーナリストの有本香里さん、そしてゲストコメンテーターとしてご登場いただきましたのは金沢工業大学虎ノ門大学院教授の伊藤俊幸さんのお二方でした。本日も強力な解説をありがとうございました。スカイプでご登場いただいたのは元